木村武氏は、日本の政治家、衆議院議員、墨田区議会議員などを歴任した、神奈川県川崎市生まれ、神奈川県立多摩高等学校卒業、日本大学経済学部を2000年に卒業、西川大一郎衆議院議員秘書を経て2003年、墨田区議会議員選挙に保守新党公認で出馬し、初当選、その後保守新党会頭に伴い無所属、 2009年、墨田区議を2期目の任期途中で辞職。第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で東京14区から出馬し、自由民主党の松島緑を破り当選した。民主党では小沢一郎の側近であり、首相の野田義彦が推進する消費税増税に、反対の議員らが小沢を中心に結成した新しい政策研究会に参加している。 2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、党企業団体対策副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には、 山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、 日本未来の投稿人で東京十四区から出馬するも前回下した松島に敗れ、比例復活もならず落選。落選後は生活の党の総支部長として活動。二千十三年六月の東京都議選では民主党候補を支援した。二千十四年十一月二十八日、民主党から第四十七回衆議院議員総選挙の公認を受けて復党し、 同年12月の第47回衆議院議員総選挙で東京14区から出馬したが、松島に再び敗れ、比例復活もならず落選した。2016年5月31日に大阪維新の回衆院東京14区支部長就任が発表され、民進党は8月23日に木村を比例代表名簿から抹消する措置を決定した。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では日本維新の会が希望の党と候補者の住み分けで合意し東京都の小選挙区の立候補予定者に比例単独に回るよう要請したため木村は比例東京ブロック単独で出馬する意向を表明した。投開票の結果落選。2019年日本維新の会を離党した後 立憲民主党に入党した。ありがとうございます。